マグダレナ・マレーバは、ブルガリア・ソフィア出身の元女子、プロテニス選手、姉妹プロテニス選手として、有名な、マレーバ3姉妹の末っ子である。自己最高ランキングは、シングルス4位、ダブルス13位、WTA ツアーで、シングルス10勝、ダブルス5勝を挙げた。身長168センチメートル、体重59キログラム、右利き、 バックハンドストロークは両手打ち、マギーという愛称で親しまれた。マレーバの家族は母親がブルガリアの国内テニス選手権で9度優勝するほどの名選手で、父親はバスケットボールのブルガリアナショナルチームでプレーした経歴を持つスポーツの名門一家だった。その環境の中でマレーバ三姉妹はテニスに親しみ、マグダレナも自然にテニスを始める。 1989年4月に14歳でプロ入り。4大大会の自己最高成績は、1992年、全米オープンのベスト8で、この準々決勝では、姉のマニュエラと姉妹対決の最中に2から6、3から5で、故障のため途中棄権を余儀なくされた。この年に、サンマリノの大会でツアー初優勝を挙げている。1993年4月30日。 マグダレナ・マレーバはテニス史上最大の悲劇を目撃する。ドイツ・ハンブルクのシチズンカップ準々決勝でモニカ・セレシュと対戦していた試合中にセレシュがドイツ人の防寒着ウンターパルシに背中を刺された。この時マグダレナは4から6、3から4とリードされてチェンジコートの合間の出来事だった。 1993年には、マレーバ3姉妹の3人全員が、前後オープン、前仏オープンウィンブルドンの3大会連続で4、大大会のシード選手に入った。4大大会の組み合わせ抽選では、世界ランキング上位16名が、シード選手の資格を得られるが、この時期は3人とも、世界ランキング16位以内に入ったのである。 同年の全米オープンでは3人姉妹全員が4回戦に進出した。マグダレナは4回戦で止まったが、次女カテリナは準々決勝へ、長女マニュエラは準決勝まで進出している。2003年6月、マグダレナはイギリスバーミンガムで行われた DFS クラシックにて決勝戦で日本の朝越忍びを6から1、6から4で破って優勝した。 オリンピックのブルガリア代表選手としても、1992年1996年2004年の3度、出場している。一番上の姉マニュエラは、コーチと結婚して、スイスに移住し、1994年2月に27歳で、現役を引退した。次女のカテリナも1996年末に27歳で、引退している。マグダレナは姉たちの引退後も、 古国ブルガリアで長く現役を続行したが2005年10月第3週のチューリッヒオープン2回戦敗退を最後に30歳で現役を引退した。現在は母親と3人姉妹がマレーバテニスクラブを経営し後進の育成に携わっている。その後マグダレナは2010年のブルガリア選手権に35歳で出場し優勝している。2011年のフェドカップに W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、 G コールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。